ばらけちゃった感じですかね。あの本当私お裾分けおばちゃんだからさ全部消えたんですよ。それがこんにちは、くまみきです。今日の動画はただーん、セリアの購入品紹介やっていきたいと思います。3月でね、新生活の準備に向けていろいろお買い物する方も多いんじゃないかなと思うんですけど、私もちょっとね、このお家住んでみて半年ぐらい経ったんですけど、収納を見直したいなーとかあったりするので、いろいろ買い物をしてきました。早速紹介していきます。先にリピ買いアイテム見しちゃおうかな。まずはね、こちらなんか行くたびに買ってる気がする、ロンググローブフラワー S ピンクです。確か黄色もあるんだっけな。すごいこれ可愛いんですよ。ここがお花の柄になってて、でね、長いのつけてみると肘ぐらいまであります。だからね、洋服濡れづらくてすごい好きなんだけど、あと S サイズがあるフィット感が本当に嬉しくって、いつもこれ買うんですけど、右手の方がやっぱ利き手でよく使うからかね、右ばっしっかり穴開いて左のストックがどんどん溜まっていくんですよ。バラ売りしてくれたらめっちゃいいんだけどなって思いながらいつも買ってます。あとこれもリピート、タオルバー用の小物ポケット。お風呂場でね、これタオルバーのところをかけて、もうまさにこの写真の通りこんな風にいろんなものをね収納してるんですけど、結構私お風呂好きだから、なんかお風呂アイテムが溜まってったりとか、掃除道具が溜まってったりして、だんだんなんかこんなかギュギュっていうか入らなくなってきたなっていうぐらいものがあるので、もう一個足すことにしました。ここがこんな風に動かせるんですね。今短い状態でこれ動かしたら長くもできる。私はね、短い状態で使います。こうやって調節できるのめっちゃ嬉しいですよね。こちらもリピート。あともう一個がこれ、ゴミ袋20リットル普通に消耗品って感じのリピートと、まだリピートあった、じゃん、これ超おすすめ、ふんわりフェイスタオルデコポコ。ちょっと持ってるのはね、クリーム色っぽいのなんですけど、グレージュみたいなおしゃれな色買い足しました。これすごい気持ちいいの、ポコポコ感がたまらないんですけど、ポリエステル 100%、 トイレのね、手洗った後拭くタオルのとこかけて使ってます。全然ね、何回洗ってもへこたれなくてすごくいいので、あ、もうトイレはこれにしようと思って買いました。リピ買いは以上かな。あ、まだあった。はい、ゴムヘラのちっちゃいサイズ、シリコンでできたゴムのヘラなんですけど、なんかいつも発音が違うって言われるんだけど、ゴムベラ？ゴムヘラ？ちょっとわからないはい、こんな感じですね。ここが細めで使いやすいんですよ。ちょっと細かい作業ができる。別に前のが壊れたわけじゃなくて、前使ってたのをちょっと緊急でカラーバターの中身こう取るのに使って、それまた食品用にするのあれだなと思ったから、それはもうカラーバター用にして、キッチンで使うのはまた新しく買いました。ほんといいからぜひ使ってみてください。以上かな、リピが以上だよね、以上だよね、多分以上だね。はい、というわけで新規の買ったアイテムいきます。メイクアップ綿棒180本入り。今気づいた、感動した。メイクする時の綿棒、普通の使ってて、こういう先が両方丸いやつ使ってたんだけど、先がとんがってるやつちょっと欲しいなって思って、でセリアでこれ買ったんですけど、これちょっとびっくり、片方はこんな感じで先が尖ってて、で反対側こっちが丸いの、1本で両方使えるか、これめっちゃいいじゃん。細い方でちょんちょんちょんってやりたい時もあれば、こういう丸いのでえいってやりたい時もあるから、これじゃん、私求めてたんじゃない。これすごい、これから使っていくの楽しみ。続いてはじゃん、キッチンハサミホルダー。マグネットで冷蔵庫にペタってつけて、ポケットのところにハサミを入れるってやつなんだけど、キッチン用のハサミね、あるんですよ。ちっちゃいやつ使ってて、それがね100均だったんだけど、とうとう壊れたので、でそのちっちゃいハサミ自体
買い替えようかなって思ったんだけど、うちにね大きいハサミがなぜか余ってるので1個キッチン用にしちゃおうかなって思って買うことにしました。大きい方が何かとねすぐバッて切ったりするから便利だしね。ちょっとね他にもこういう系がちらほら出てくるので動画の最後に紹介します。でもう一個冷蔵庫につけたいの、これ冷蔵庫にピタマグネットポケットです。冷蔵庫の横がぐちゃぐちゃしてるので改善したいなと思ってこちらも買ってみました。これもマグネットでつくんだけど面白い形してるよね。こっち普通にペンを入れる方で、この下がフックになってるの。ここに輪ゴムだったりとか、あとマスキングテープかけたりとかできるみたいです。どう使おうかな、楽しみ。はい、以上が冷蔵庫にくっつけたい2つということで、キッチン周りあともう1個買い物してました。こちらです、お箸のセット。私なんか竹でできたお箸を使ってたんだけど、前にね間違えてその竹見た目が木の割り箸に似てたからうっかりね捨てちゃったんですよ、1本だけ。なぜかやらかしたと思って、あ、お箸は色があるものを買おうって思いました。でずっとなんかいろいろ見てたんだけどこれっていうのがなくって、でなんかこれ100均で見たらすごいいい色だし落ち着いてていいかなと思って、家だと和食作ること多いから落ち着いてていいんじゃないかなって感じで買いました。結局100均になった。ちょっと長めかな、木製の来客箸、男の人も使えるよみたいな感じですかね。色結構女性向きかなって思ったけど、でもこの色とか渋いから男性向きか。ちなみにうちはないんですけど食洗機には使わないでくださいって書いてあります。キッチン以上です。で続いては洗面所の収納を見直したいです。みんなさ、ドライヤーとかヘアアイロン使った後ちゃんと片付けてる？私一応洗面所の棚のところにしまう場所が決まってるんだけど、毎回ちゃんとコードとか畳んで縛って引っ掛けてってやるのがめんどくさくって、基本的に出しっぱなしなんですよ。家にね友達が来るとかそういう時はちゃんと片付けるんだけど、でもねだいたい出しっぱなしで、ちょっとそれがなんか、楽だけど良くないなって思ったから、思い切って収納の仕方変えようと思って2つ買いました。いい感じだといいな、サイズ感とか。まずこちらワイヤードライヤーホルダー、これが引き出しのところにかけられるようになってて、でここにドライヤーブズって刺して、この横の出っ張りのところにコードをぐるぐる巻きつけて収納するっていうものです。このイラストのようになる予定、今日の動画の最後でね試してみたいと思います。で同じシリーズのこちらヘアアイロンホルダー、作りは同じです。今度は長い感じでヘアアイロン刺してここにぐるぐるとコードを巻きつける、このイラストのようになる予定。合うといいな、試します後で。はい、あとはねちょこまかしたものなんだけど、まずこちらアンティークピンミニっていう画鋲ですね。大きいのも買いました。こっちはアンティークピンの10個入りってやつで、同じような感じなんですけど大きさが違います。ボタンみたいですね、なんかかわいい。うちの寝室がちょっとねいろんな国の感じをミックスしたようにしたいなと思って今作ってて、普通の画鋲だとなんか浮くんですよ。なんか合わないなと思って、いいのないかなってずっと思ってたら100均にありました。さすがセリア、いいとこついてるね。というわけで寝室で活用したいと思います。あ、これもインテリアでちょっと使いたいんだけど、キャンドルライトです。100均にあったのねと思ってこれも探してたんですよ。こういうのベトナムでランタン買ってきて、ランタンの中にライトを入れたいけどどうすればいいんだってなって、ちょっとこれ入るかなと思って買ってみたんだけど、あ、これすごい電池も入ってるというかばらけちゃった感じですかねこれこれね中が開いてばらけちゃったみたいで、ちょっと電池の向きがどっちとかわかんないんだけど、トラブル。センサースイッチ、息を吹きかけてオンオフできる。あ、ついた、つきました。息吹きかけたら消えんの？あ、ちゃんと消えた、ついた。え、じゃあこれ電池オンにしといて裏
裏側で、でこうランタンの上からふってやればつけたり消したりできる。ちょっといい感じだといいな。1個だけ試しに買ってみました。あとはこれディズニーの手提げビニール袋。ダダン、可愛くないですか。めちゃめちゃ可愛いでしょ。ちょっとレトロでなんか漫画になってる。あ、サイズもいい。なんか SML って3つぐらいあったんだけど、真ん中の M サイズ。あの、ほんと私お裾分けおばちゃんだからさなんか友達にね、お土産とかちょっと余り物とかあげたりするか、そういう時に渡す用の袋、いいのがないなと思ったので買っときましたそれだけなんですけどね。でも可愛いの見つかってよかったです。普通のスーパーの袋でちょっと味気ないかなと思って買いました。最後こちら、パスワード管理ノート。手帳に挟めるサイズ。みんなパスワードの管理どうしてる？私前ね、アプリで管理してたんですよ。それスマホのアプリで超いいじゃんって思って使ってたんだけど、機種変したかなんかのタイミングで全部消えたんですよ、それが。で、うーわっと思って、やっぱパスワードは手書きがいいかなと思ってちょっとこれにしました。今ね、脳内にメモってるからすっごいよく忘れるの。ほんと最近いろんなものにログインできなくて困ってる。中身こんな感じ。まあこれが見つかったりしたらもう終了ですね。入られてしまうんですけど、でもやっぱ手書きで残しときたいなということで買いました。サイト名と ID、 ユーザー名、パスワードっていうのが書けるようになってます。メールアドレスとメモ。パスワードの欄がね、3列あるのが私めっちゃ嬉しいですね。よく定期的に変えましょうとか言うじゃん。それで変えて分かんなくなるんですよね。書けるのが嬉しい。すごいシンプルでいいですね。ちょっとちゃんと管理しよう。はい、というわけで以上が購入品になります。ちょっと今からこういうの取り付けてみてどうなったかなっていうのをお見せしたいと思います。はい、まず冷蔵庫の横ですね。ハサミのケース、すっぽり結構大きめです。で、こっちのペン入れの方はサインペンと、あとよく袋閉じるこういうクリップもここに入れて、フックのところはマスキングテープ引っ掛けてみました。ここがね、ストンってすぐ落ちそうかも。ちょっとグイってなってくれてたら落ちづらそうだけど、割とここの角が普通にこうまっすぐで気持ち先っぽ上がってるかなって感じ。ここがグイってなってくれたら輪ゴムとかも安心かなって感じだけど、ちょっと落ちそうですね。こんな感じです。ちなみに下にこういう輪ゴム引っ掛けるやつと、これも100均で買ったマスキングテープのケース。前はスッキリで横にいろいろっていう感じです。続いて洗面所です。ヘアアイロンこんな感じでタオル掛けのところにつけました。ドライヤーはね、洗面台の下の引き出しのところに引っ掛けてみたんですけど、ちょっとあんまり気に入ってないですコードをここにぐるぐる巻く作業は、畳んで束ねるよりも楽は楽なんだけど、やっぱめんどくさがりすぎなのかな、私が。ちょっと大変だなって思っちゃいましたでもまあ今までよりは楽かなってことで、ちょっとしばらく使ってみたいなと思います。あとはお風呂ですね。もともとこれがあったんですけど、こっちはなんか頭とか爪とかのケア用品で、こっちお掃除道具たちのところに1個追加しました。このね、無印のブラシのここの穴の部分がちっちゃくて、これに引っ掛けられないからなんか入れちゃおうかなって思ったんだけど大きすぎたな、ちょっと失敗したかな。とりあえずいっか、改善していきたいですね、ゆっくりと。私のお買い物なんてそんなもんですちょっと失敗しちゃう、いつも。はい、というわけでこんな感じで使えるようになりました。いかがだったでしょうか。この動画見て、あ、これ使えるんじゃないとかいうのあったら、ぜひセリア行ってみてください。あと、こういうのおすすめだよとかあったら、それもぜひ教えていただけたら嬉しいです。ぜひコメントください。で、最後に今日のお洋服とリップ紹介。お洋服はナイスクラップです。ちょっと今日出してる動画の前になるか後になるかわかんないんですけど、春服最近いろいろ買ったのでまとめて紹介しようと思ってます。で、リップがですね、この前アップした春のね、ナチュラルピンク
メイクのメイクを今日もしてるんですけど、その時と同じやり方で花笑みマーブルリップ&グロスのまずこのリップの方を塗って、その上にね唇の中心だけ同じく花笑みの今度サザンカのピンクのリップを中心にポン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 と塗って、最後全体にねポピーのこのグロスを重ねてます。結構このやり方気に入って最近めっちゃやってる。はい、というわけで今日の動画楽しんでいただけたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。